ありがとうございました。はい、あと、黒川さんに、翼の塔のことで、お聞きしたいんですけども、前回、葛飾の時は根本さんが、時点ぐらいですかね、かなりのところで、投票できたんですけど、まあ、今回は、金松さんの方が、ある程度ちゃんと活動もしてたというふうに聞いてるんですが、まあ、ちょっとその当選とはちょっと結構離れているところで、そこをさらに、葛飾の時は黒川さんは出てなかったけど、今回黒川さんが出てたというプラスがあったにもかかわらず、そこがそんなに伸びなかった。そこら辺について、その、候補者の根本さんと金松さんの、具体的な活動期間だったり、どんな感じで、その対比してですね、どうだったかというのを、ちょっと教えていただいて、翼の塔としての総括というか、そういったところをちょっと詳しくお話しいただきたいなと思います。これ正直ですね、本当のところは分からないんですけど、やっぱ若さの票っていうのは入るなというのはやっぱありますね。決してなんかやってた内容が著しく金松君の方が低いとまでは言わないんですけど、まあ、やっぱ候補者が若いだけで一定のベースの票の底上げはあるし、やっぱや若い雰囲気で凱旋でドーンってやってたあの雰囲気がですね、やっぱりまあ有権者の方々にも、まあ、浸透したと。で、政策についてはまあ、ここは党首に割と怒られるんですけれども、地方選についてあんまり政策の打ち出しっていううち、まあいや、まあ、書いてはいるんですけど、中央銀行全部壊すとかっていうのは別に地方選でそんななんか訴求できるもんではないので、まあ地元を回っても、地元の人たちが言ってることで我々の政策に近いものを普通に並べてっていう、それはまあ維新の会とかもそこはあまり変わらないと思っているんですが、候補者としての若さの違いということと、でこれはまあ正確には分からないんですけど、維新に歯が立たなかったっていう感は、凱旋で歯が立たなかったという、浮動票の大半は、まあ、ゼロとは言えないんですけど、葛飾で取れてたほど浮動票は取れなかったと。でうち独委託選挙もやってますので、まあ、あんまり詳細にちょっと細かくは言えないんですけど、独委託的な票っていうのは多分一定は出たんですけど、2000票を超える選挙ではそれだけでは届かなかったという意味で、葛飾ほど浮動票は出なかった。で繰り返しになりますけど、それはやっぱ若さゆえの票の底上げがやっぱ葛飾はあったし、葛飾は葛飾で諸派乱戦だったので、決してその浮動票争いが楽だとまでは言わないんですけど、葛飾は維新いなかったんですね。で、当時の維新と見ても、このなんか衆議院選後を超えて今の維新っていうのの、まあ、割と今人気が安定して高いということに、市長候補の奥沢さんは候補者として良かったですね。彼が正直街頭での雰囲気を持っていきました。それはただの維新だからということではなくて、市長候補の奥沢氏の持ってた、なんかこう爽やかにやってくれそうだなっていう感じは、そういう浮動票、右派の浮動票をかなり維新がもう全部吸い上げた感じでした。ありがとうございます。あと、凱旋の時にも言ってたかどうか分かんないですけど、立花さんと町田駅前で凱旋の前に話をしてた中で出てたのが、翼の塔という透明のところで何をやりたいのかが分かるのないと、明確に分からない、だから透明を変えた方がいいんじゃないかみたいな話が立花さんとの話の中で出てたんですけど、そこら辺ですね、将来的にというか、翼の塔という透明じゃなく、もう少しはっきりと政策が分かる透明にもう一回変えるとか、そういったことの考えがあるかないかとか、そこのあたりをちょっと教えてください。党首からも反移民党でええんちゃうかっていう指摘もあったんですけれども、ちょっと現時点ではですね、まだそこまでしようというふうには思っておりません。ただ、反グローバリズムとか
移民反対というのは我々の政策の基幹政策でしたので、それを市長選でまあガーンと出せたということは、あのまあ党首にも背中を押していただいて、それはあの良かったと思うんですが、まあ、ただし移民反対っていうことだけを取り上げて票を入れてくれる人っていうのはまだそんなには多くないと。ただ街頭でも熱烈なあのそうなんだという声はいただきましたので、あの移民問題が、結構国の存亡を分ける大事な問題だと思っている保守の人たちというのはこれは明確にいるというふうには理解しておりますので、そこの打ち出しは翼の党としてはちゃんとやっていきたいですし、あの、まあ、できたらこれは N 党関係の皆さんにも、まあ、一応党首も移民反対だとは、聞いておりますので、あのそのあたりは今後も、継続的に N 党関係者の皆さんも、まあ、移民は嫌だよねというふうには思っていただけたらありがたいなと思っております。ありがとうございました。